はいどうも、話題の車紹介チャンネルへようこそ。このチャンネルでは今話題の人気車種の紹介をしていきます。今回ご紹介させていただくのはトヨタヤリスクロスハイブリッドの Z です。2020年8月に発売されたヤリスクロス、斬新なルックスが購入の決め手となっている方も多いこの宇宙人顔で売れに売れてます。全長4180、全幅1765、全高1590、車両本体価格258万4000円となっております。クロカン 4WD のようなワイルド感ではなく、未来的でおしゃれなデザインがかっこいいですね。プロジェクター式フル LED ヘッドランプとフル LED リアコンビネーションランプ、デザインも今風でとてもグッドです。21550R18 インチのタイヤとホイールがついてます。そしてパノラミックビューモニターはメーカーオプションとなっています。ではインテリアに行ってみましょう。まずシートはこんな感じです。 Z グレードはダークブラウン一色となっております。ブラックを選べないのが少し残念ですが、カジュアルで可愛い感じの合成皮革ツイード調ファブリックとなっています。では乗っていきましょう。8インチのディスプレイオーディオがついており、ナビとエアコン周りはこういった感じになっております。マルチインフォメーション7インチディスプレイのオプティトロンメーターです。エアコン吹き出し口はピアノブラックに加色されており、高速などの合流時に指示器が5回点滅して切れてくれる仕組みになっています。 Z グレードにはシートヒーターが標準装備となっているのが嬉しいですね。ドアトリムの紙っぽい質感が少し残念なところで、傷や汚れが少し目立ちやすいですね。運転席のみですがパワーシートとなってます。これは非常にいいです。176センチの私が座るとこんな感じです。コンパクト SUV なので仕方ありませんね。リアトリムは黒一色のハードプラです。よく見るとブルーの差し色が入っていて結構いいですね。ラゲージルームは結構広いです。ゴルフバッグ2つは問題なさそうです。スペアタイヤはなしで応急キットで、ここにもう少し小物が入りそうです。アクセサリーソケットとタイダウンフック、こういうのはね地味にいいですね。はい、リアシートを倒すとこんな感じですね。エンジンルームにやってきました。エンジンは 1.5 リッターハイブリッドで、実装でリッター20キロぐらいは走る感じですかね。エンジンルームにカエルがいました。ちゃんと畑に返しておきました。そしてトヨタセーフティセンスは XGZ で標準装備となっております。そしてライトをつけるとこういった感じになっております。
後ろから見るとハリアっぽくてかっこいいですね。はい、では少し走っていきましょう。街乗りや低速時はストレスなく走れる感じでした。高速や加速時の時、3気筒エンジンのためエンジン音がね少しうるさく気になりますが、普段使いは全然問題ない印象ですね。コーナー時のロールも少なくキビキビと快適に走れました。はい、ということで今回はヤリスクロスのハイブリッド Z グレードのご紹介でした。こういった感じで今話題の車を紹介していきます。今後もぜひチェックしてください。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。